おはようございます。寝起きイングリッシュの時間がやってまいりました。8時半、今日英訳するお題は再びエヴァンゲリオン。赤木律子先生のセリフをいきます。奇跡ってのは起こしてこそ初めて価値が出るものよ。さあ参ります。 When the miracle will begin, that's value. 現れる will appearいきますか。それでは翻訳ソフトのディープル先生に答えを聞いてまいります。入力します。と答えました。 Miracles are only worthwhile when they happen。 なるほど、 worthwhile 価値あるでしたっけ。覚えましょう。それでは僕が作った英文をどのように訳されるのでしょうか。入力しています。 と答えました。奇跡が起きるときその価値が現れる、まあ意味はまあ通じますけど、奇跡を起こすというふうにね作っていきたいですね。なので今回